ローズマリーハンガリー水、ハンガリー王妃の水は、ローズマリーをアルコールと共に蒸留した、蒸留酒薬酒である。日本には、英語圏を介してその名が広まったと思われ、ハンガリーウォーターと呼ばれることが多い。ローズマリーの有効成分や強い芳香成分が、含まれており、当初は、薬酒として作られた。12世紀の修道女ヒルデガルト・フォンビンゲンが、 発明したと伝えられるラベンダー水と同様に、ヨーロッパにおけるアルコールベースの香水の起源の一つと言われている。中世後期には香水として使用されており、ビクトリアーサまで使われていた。ハンガリーと関するが、誕生した具体的な場所、年代は不明であり、製作者も定かではない。ハンガリー王妃の水とも呼ばれるが、誕生に、 ハンガリー王妃が関わっている、またはハンガリーが起源である、歴史的な根拠はなく、ハンガリー王妃に関するエピソードは創作であり、商品の博付けのために考え出されたとも言われる。物語では、その製法は、修道士もしくは宮廷に仕える、錬金術師が王妃のために考案した、または閉ざされた庭園に、 インジャあるいは若者に姿を変えた天使が現れて教えたとされる。蒸留法で作られるハンガリー水はローズマリーを何度も蒸留する必要があるため技術的に難しく効果であり一般に売られている価格ほど安く作ることはできない。そのほとんどはローズマリーをアルコールに漬けた賃金かアルコールや水にハンガリー水やローズマリーの精油を少量混ぜただけのものである。 9世紀の錬金術師、ジャービルイブンイコールハイアーンが発明したとされる、上流器、アランビック、ヨハンゲオルグ・ホイヤーは、王妃エルジェーベト自身による金文字で書かれた製造法が、ウィーンの王室図書館に保存されていると語っている。これは広く知られているが、誤りであることがわかっている。現存する最古の製造法、使用法は、1659年に、 フランクフルトで発売されたジャンプレボの小冊子にあり、蒸留法を使用している。古いレシピでは、ローズマリーの枝葉と花、強い蒸留酒が使われていた。後世には、ラベンダー、ミント、セージ、マジョラム、コスタス、オレンジの花、レモンなどが加えられた。現代の香水研究観覧 CM ブースは、現代的な香水としてのハンガリー水の材料に、レモンピールか、 オレンジピール、オレンジ加水、グリセリン、ウォッカ、レモンベルガモット、ローズマリーの精油、細かくしたペパーミントの葉をあげている。王妃エリザベートに関する言い伝えでは、手足のしびれを治すための外用薬として使用されている。ハンガリー王妃、エルジェーベトセールジェーベトハンガリー水の誕生には、上流種の存在が不可欠である。8世紀の錬金術師。 マルクスグロエクスは白ワインを蒸留した記録を残している。これが行われた場所は不明であり、錬金術の実験であって飲むためのものではなかった。11世紀頃に錬金術師たちによって蒸留酒の製造技術が確立されたとみられる。蒸留酒はアラビア語のあるイクシルに由来するエリクシル、または生命の水と呼ばれ、薬として利用された。 13から14世紀スペインの錬金術師、科学者で、モンペリエ大学医学部の教授だった、アルナルドゥスで、ビラノバが、ロークレレットという薬用リキュールを作成した。これは、具体的に、植物成分を記した、最初のリキュールの記録であり、ビラノバは、リキュールの素とも言われる。ロークレレットの材料は、ワインを蒸留した、スピリッツ、バラ、レモン、オレンジフラワー、 スパイスなどであった。また、イタリアでは1332年にリキュールが薬用として輸出された記録が残っており、1346年に始まるヨーロッパでのペスト大流行の際には貴重な薬品として扱われた。15世紀に入ると、イタリアで様々なリキュールが作られるようになり、1480年には医学の街として知られるイタリアの都市されるので、 多くのリキュールが薬種として生産された。当時の西洋文化の中心は、アラビアやその周辺である地中海地域であったが、王妃、エルジェーベトが生きていた14世紀に、遠く離れたハンガリーに、香りの良い薬草と酒精を混ぜて上流する技術が、伝わっていたかどうかは不明である。ドイツ技術学の創始者、ヨハン・ベックマンは、伝わっていたとする説は、 どちらかといえば奇妙な感を受ける。という。ハンガリー水の誕生は、ハンガリー王女で劣勢された聖、エルジェーベト、もしくは、ポーランド王女で、ハンガリー王カーロイ一世の王妃、エルジェーベトが関わっているとも言われる。17世紀のジャンプレボの小冊子に、ハンガリー水の最初の記述が見られ、そのレシピは、上流法を使ったものである。この冊子からは、プレボが、王妃、 エルジェーベトと、聖エルジェーベトを混同していることがわかる。王妃エルジェーベトに由来するという説が有名で、ハンガリー王妃の水とも呼ばれ、次のようなフィクションが知られる。当時のポーランド王は、王妃エルジェーベトの息子のハンガリー王ラヨシュ一世が兼任しているため、この物語は作り話であり、当時のハンガリー・ポーランド同訓連合に由来すると思われる。 旧婚者を、ポーランド王子とする話も見られるが、ラヨシュ一世の子供は王女のみである。また、二十代のリトアニア大公だという人もあるが、それに当てはまるリトアニア大公ヨガイラは、エルジェーベトの孫娘ポーランド王ヤドビカの婿である。ベックマンによると、旧婚者にあたる、歴史上の人物を探したが、トローであったという。ハンガリー王妃の水という名称に関しては、 ベックマンは、ローズマリー水を売ろうとして調合した人々が、商品に白と信用をつけるために考え出したというのが、一番的をいた見方だと思っている。と述べている。17世紀の植物学者たちは、ローズマリーについて語る際、ハンガリー水に触れることなく、その特性や薬効を語っており、その時代に、まだ一般的でなかったとも思われる。だが、 16世紀のイタリアの医師、ザパタは完全なものではないが、ロークレレットを作った13から14世紀の錬金術師、医師アルナルドスで、ビラノバが製造法を知っていた、と語っている。中世ヨーロッパでは治療薬、香水として各地で愛好され、その人気は18世紀にオーデコロンが登場するまで続いた。ジャンプレボの小冊子では、 次のように薬効が説明されている。ニコラス・カルペパーがラテン語から英訳し1649年に出版されたロンドン薬局法には次のように記載されている。ザ・パフューム・インスパイアード・バイ・トカジアス、ビクトリア・ミニア・オー・デ・アングリー、ハット・ ABCDEFGHIJKL、西洋・ジブ起源、ヨハン・ベックマン。 特許町内技術史研究会、岩波書店 ABC、香りの来た道、諸江達夫興風社出版 ABC、セレクティラレメディアマルチプリサイウスコンプロバタ、インターセクレタメディカジューレディーセンシーズ、クイーンオブハンガリーウォーター、サムエクスペリメンツ。インパフュームリーハット ABC、ハーブの楽しみ、AW ハットフィールド、山中正也、山形悦子八坂書房 ABC、 リキュールの世界複製エミカワで処方新車お酒の話5特集ウィスキー類種類総合研究所お酒の話6特集リキュール種類総合研究所リキュール入門1リキュールとは語源サントリーリキュール入門1リキュールとは歴史サントリー AB クレオパトラも愛したハーブの物語魅惑の構想と人間の5000年長岡治 PHP 研究所 ハルシオンデーズサンダー、ありがとうございます。